予想しているのは小野弘樹。さあ、北キャストの注意は、まずは上原が立ち上がってくる。そして強い引きが入った。最終ラップ転倒がありましたね。見事最終戦を制したのは上原大輝、そしてシリーズチャンピオンの小野がお互いの栄誉を称え合います。さあ、木内翔太も嬉しそうですね。さあ、そして絶景1番、見事2年連続のチャンピオンを獲得いたしました。栄光の赤市、ゼッケン1番、小野弘樹、TMU7C ゲールスピード。今、チャンピオン T シャツを着用しまして、そして背中にチャンピオンフラッグを刺して、ウイニングランに旅立っていきます。2年連続のチャンピオン、決して簡単ではありませんでした。若手2人の激しい争いは毎戦繰り広げられ、それをしっかりとですね、ベテランの技、そして素晴らしい走り、これでチャンピオンを獲得してまいりました。そしてプラスワンのこの木内翔太、上原大輝もですね、今たくさんのファンの皆様にお礼を伝えながらコースを